お疲れ様です。ラットルさん、今回はですね、まあ、見ればわかると思うんですけど、まあ、天界到達いたしましたということで、まあ、グローバルにはもう入ってないんですけど、まあ、天界来たということで、まあ、はい、そのリプレイをですね、紹介したいなと思います。で、デッキが、まあ、基本的にはこの、31デッキでやりつつ、最後の一戦だけですね、まあ、このミラーで勝ったということで、まあ、はい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 。まあ、こちらをですね、紹介していきたいなと思います。で、ここで、一回、村でやって負けて、まあ、三重視で戻して、最後だけミラーみたいな、ね。はい、ということで、ミラーで展開いきました。最後だけ使って、はい。って感じで、とりあえず、リプレイ、どれにしようかな。いろいろ使ったんですよね、でも。このホグか、このメガナイトもありですね。メガナイト、あ、これでいいか。ホグとメガナイトと最後の、かな？はいはいはい。ということで、で、この三重視デッキがあんまり見ない形なんですけど、海外の、中国かな？なんかレジェンドっていうプレイヤーがいるんですよ。もうレジェンド。で、その方が考えたデッキらしくて、もうめちゃくちゃ強いです、マジで。本当に。なんで、ぜひ使ってほしいですね。まあ、皆さんにも。はいはいはい。で、なんか珍しくファイスピーが入ってる三重視なんですけど、今まあ、ロイホグですね。ロイホグが多いから、そのロイホグに対して強いっていうので、まあ、入れてるのもあるのかなと思いますね。はい、で、今、ランバーが強い。ランバー3発、マスケ殴って処理しましたね。これ大きいですね。はい、で、ここで相手はポイズンでエリポン置いてきて、みたいな感じで、まあまあまあ。で、とりあえず、ここは、一回後ろから古城馬場で回すから多分回して三重視出さないと思うんですよね。まだ回してカード。はい。あー、出したわ。出したですね。で、ここの相手の大砲は腐りますね、これで。まあ、古城馬場が処理して、はい。で、ここでも相手がバルキリー持ってるんで、絶対あの2の方にバルキリー出されるって思ったので逆サイを攻めたら、まあ相手の防御うまいですね。逆サイはウッドプラスのアイスピで、まあ、できるだけダメージを抑えてきて、でここは僕がコストを使わないといけない状況で、まあでもここはもうこのファイスピプラスのウッドは打たないのか、これ打っても良かったと思うんですけど、ちょいと節約しましたね。とロイホグ5コスでファイスピとウッドで、まあ固めてきたらですけど、4コスで多分完封できると思うんで。はいはい。まあ、そういった点で、結構ファイアSPが、いいのかな。で、後ろから古城馬場からの、エリポン?1回エリポン。1回エリポンっすね。はいはいはい。で、相手がポイズンなんで、三重視を、裂きやすいっすね。OK。で、ここはもう三重視で防衛して、で、ウッドも裂いて、で、ロイホグマジで強え。強すぎ。本当に強すぎ。自分の中でですけど、めっちゃ思いますね。で、ここは、もう2側にバルキリー来ると思ったので、その際にもう逆をぶっぱですね。で、バルキリー側を突破するって結構難しくて。なんで、逆サイ攻めるんですけど、相手も防衛上手くて、刺さんない。マジで刺さんない。このアイスピも入れたくないので、いうの出して、で、ここでロイホグ来たらやばいから、エリポンを置かずに三重視。そしたら相手がちょうどロイホグ飛ばしてきてくれて、これ美味しいですね。これは美味しい。ですけど、スケアイスピで、片方のマスケとかが処理されちゃうので、結局アド取られるんですよね、アド取っても。だからなかなか決めきれない。で、ここはもう、頑張るしかない。頑張るしかない。ランバーで。痛い。めっちゃ痛い、マジで。で、ここは言うので防衛して、でもこのランバーも、まあ、大砲壊す程度で、特に何もしないんですよね。これは三死防衛かな。あ、三死じゃないですね。一回他のユニットで防衛して、OK。でももうすでにこれ、エリアとめっちゃ取ってるんですよ。この状況で。だから、でもここで、決めに行くかな。まだ行かないさと。いや、これも美味しい。
けど、やばい。結構入るとやばい。もう、ギリ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 。あと一発入ったらもう、終わりみたいな。いや、すでにもうポイウッドで負けるんで、もうここで一気にゴリ押しっすね。で、僕はこれ右落とそうとしてたんですけど、右落とそうとして右をぶっぱしたら、まさかの、じゃあ左を落とそうとして左ぶっぱしたら、まさかの右が折れちゃったってやつですね。はい。超ギリなんですけど、まあ、勝てたからよしと。で、この王様との試合も、もうめちゃくちゃいい試合で、僕が2本落として、1本落とされて、勝ち確っていうぐらいの流れだったに、サンクラ、うまいこと持ってかれましたね。で、じゃあ、このメガナイト、ディガっぽいかな。で、そうですね、まあ、初手リポンあるときは、基本的に起きますね。見て、このガゴはまあファイスピで処理して、これが強いですね。結構ガゴとかの防衛がめんどくさいんですけど、ファイスピがすごい有能。で、ここでもうぶっ破します。ランバーが残ってて、レイジがかかるから出して、正直相手が今あのポイズン打ったことによって、これ相手攻めすぎじゃねっていうのを若干思ったので、まあ、ここでもうぶっ破ですね。で、ここのぶっ破ができるかできないかっていうのがすごい大事かな。これができることによってもう楽々一本落とせるので、これでもなんか勝ちみたいな。あともう守る負けだけですし。で、このメガナイトどう守ろうかなって考えたときに、30種出してもよかったんですけど、じゃあどこに出すってなって、真ん中に出したらメガナイトが飛んできて、逆に右側に出しても、結局、まあ、防衛できたとしても、30種その後、ポイズンとかゴーストで楽々処理されちゃうんで、ってなって、ここは一回捨てたんです。捨ててないんかい！待って。まあ、捨てずに、あれですね。捨てたですか？捨てて、しっかりサンクラ取られないように防衛して、からのゴリ押しですね。もうなんか、全然違う。リプレイだと自分が何したかが覚えてない。やばい。でもあと2000なんで多分キングを狙いに行くか、ここで、そう。この古城馬場で、相手にメガナイトだったりなんかのユニットをしっかり探して、後ろから展開？まあまあまあ。相手にメガナイト、相手がメガナイトを持ってる状態だとすごい攻めにくいんで、で、ここも、この古城馬場ランバーで、メガナイト出させてから、後ろから三次展開ですね。まあもう、結構、守り優先って感じなんですけど、はい。ね、これで、防衛しても、この辺リバーもいらないですね。あと、守るだけなんで。で、これはもう、これでフィニッシュといった感じ。あ、まだだった。まだ11だった。11だった。全然もう、やばい。本当に、言ってることとやってること全然違う。はい、で、ここはランバーで処理して、どうする？どうする自分。ウッドで処理してからの古城馬場。で、ここにメガナイトを咲かせます。そしたら、このメガナイトを30種で受けれるので、よいしょ。美味しいですね。で、これもうどうせポイズンで30種は処理されるから、そこにわざわざランバーとかも出さずにですね。防衛のためだけの30種です。オッケー。で、ここはもう、あと、ウッドも一周回して勝ちなので、しっかり逆サイに移って時間稼いで、って言ったら、はい、いうのが、終わらせてくれましたね。っていう感じで、まあ、しょっぱなのぶっぱしただけなんですけどね。で、これは相性が良くて、で、最後、ミラーでやっちゃろうって調子乗ったら、これもめちゃくちゃいい試合だったんですよ、これも。本当にあと少しで負けて、で、次は相性で取り戻して、で、最後これですね。あ、見た感じ、トルネウッドあって、相手枯渇やん、みたいな。まあ、これも相性がいいっちゃいいんですけど、この上手い人だと、上手い、めっちゃ上手い枯渇使いとかだと、なんか、僕が攻めれないっていうのを分かって、もうロケット削りをめちゃくちゃしてくるんですよね。そしたら、もう結局削りきれずに負けちゃうんで、まあまあまあ、とりあえず、見てほしいですね。はいはい。で、ここはもうプリンセスで。よいしょ。でも削るのがマジで大変で。で、ここ延命かな？プリンセスの延命ですね。コウモリでテスラ壊して、一応のスケルトン。
このスケルトンがいい。で、ディガー飛ばして、まあ、ここは、相手がトルネ警戒の位置に出しているので、しっかり、それを分かった上でのトルネードですね。はい、もう今の、端前プリンだけで600ぐらい。本当に、端前プリンとディガーとウッドしか削る方法がないので、まあ、あとはこのユーノの突進だったり、ディガーコウモリがちょっと入ったりみたいな感じで、まあ、ちまちま削るデッキなので、でこれは今のあれですね。テスラ読みスケルトンからのギャングに打っと転がしたら、まさかのプリンセスも出てきて、おいしいおいしい。で、この間にプリンセスが刺さって、まあ、あの言うのがもったいなかったですね、右側。あれは左に出してれば、相手が防衛めちゃくちゃしんどかったので。はいはい、みたいな感じで、もう、流れはもう持ってますね。であとは、相手がテスラで防衛してくるので、そこのプリンセスの延命だったりっていうところで、はい。まあ、見ていきましょう。で、もう相手がテスラって分かってるから、トルネードはないなっていうのが、まあ、分かりまして、リガーの位置をですね、毎回しっかり変えていきます。で、ここもウッドでプリンス処理して、で、ここはもうトルネードで。よいしょ。あ、これはもう内側でよかったんですけど、ちょっとワンチャン警戒値出されたかな、みたいなところで。相手もしっかり読んできてるんですよね。あと2100。2100が遠い。めっちゃ遠いんですよね。で、ここは、まあ、なんとか起動して、スケルトンでダメージ受けないようにして、よいしょ。このテスラももう美味しいですね。美味しい。で、これはコウモリが入れ。まあまあ、相手この少しも入れてくれないっていう、すごいケチですね。このプリンセスは捨てるか。いや、捨てない。ここのプリンを延命して、からの、ディガーかな。いや、ウッドで処理する。はいはい。で、このプリンをしっかり多分延命していきます。OK。よいしょ。からの、ユーノープラスのディガーで。相手ももう読みギャング出してますからね。なかなかダメージが入らないですよね。で、毎回防衛でウッドを使ってると、この、まあ、ダメージは受けないですけど、結局勝てないっていうのになっちゃうから、攻めでウッドを使いたいんですよね、すごい。この読みコウモリですね、テスラの。っていうので、まあちょいちょい、あれですね、ウッドは多分ここは使うんですけど、正直使わなくてもよかった感がすごいあるんですよね。すごい間に合わない、間に合わない。だから、もうスケルトンとかコウモリとか、まあトルネードでバレルをしっかり防衛していければ、だもっと楽に勝てた気もしますね。よいしょ。ここがトルネで。はいはいはい。からの、あと1400。なんですけど、左にばっかり攻めてると、相手にもうバルキリーギャング出されて、ほぼ毎回完封されたりしちゃうんで、左右に振りながら、確実にですね、削っていきます。よいしょ。ここがトルネで引っ張って、からの、このディガーを、左。よし。これがいい。このディガーが結構入って。あー、惜しい。からの、もう空いてるテスラやばいっすよね。もう。テスラ置いてるだけみたいな。はい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 。本当に。でもこのテスラがなかなか厄介。あと1分で残り1000。まあ、こっからですね。削るのが。で、ディガーで、もう右側にニット出させて、左を。よし。一発マジで、ミラーリガーだと、100ぐらい。100ぐらいなのかな？じゃあ、後で見てみますね。いや、見えないや。レベル6だから、ダメージどれぐらいあるのかわかんないんですけど、普通、レベル5で約90とかなので、はい、なんで、レベル6だとどれぐらい削るのかな？わかんないですね。一発のダメージがめっちゃでかいですね。で、ここはもうしっかりスケルトンとかで防衛して、逆サイもちゃんと攻めるふりをして、防衛させてからの左側攻めですね。で、ここでも多分、僕は決めに行きましたね。ディガーミラーからの
からのトルネでこのバルキリーを吸うことによってこの2体ともがねタワーを殴るやつですね。でもうこのまま入ってよいしょ、もうこれはもう気持ちいいですね本当に。最後だけシャシャってデッキ変えたんですけど、まあ勝てたんかな、結果いいみたいなところはありますね。はい、ということで、まあ今回はこの三十四デッキかな、メイン。メインとしては、この海外のプレイヤーが作った三十四デッキ。で、これじゃないな。これですね。はい、こちら。すごい使いやすかったですし、まあ空にも、まあファイスピしかないっていうのではしんどいかもしれないですけど、まあ枯渇とかにも有利に戦えるので、結構いいデッキだなと思いました。ということで、まあぜひこちらだったり、まあこちらだったり使ってみてください。あとチャンネル登録、よろしければよろしくお願いします。では、バイバイ。